でもコロさんもよくわかんないペコなんだけど、コロさんも。いやね、これね、ちょっとペコアラね、いやもうコロさんつかめないなっていうね、エピソードが昨日できたペコなんだけど、これ言っちゃっていいかな、ちょっと今度の歌枠の時に言おうかなと思ってたペコだけど、その昨日ね、コロさんとチョビとの、ちょっとコロさんからチャットが来たから、コロさん指許されたの。あ、まあ許されたっしょまあわかんないけど許されたっしょ。なんかね、昨日突然チャットでペコラッチョーって、ペコラッチョってさーって、なんだっけあれ、あ、ちょっと待って、ディスコ見ればわかるわ。急に久しぶりーって来て、ハッピージャムジャムさ、今度さ聞きたいから歌ってほしいよ、絶対こいつに合うと思うんだって言われたの。急にね、急だよ、急に久しぶりーって。でペコラも急すぎてペコかと思って、なんかもうほんとね、コロさんはね、もうつかめない、雲の上の存在ペコなの、ペコラにとっては。で、なんか、久しぶりペコみたいな、ちょっと、なんで急にペコ、ハッピージャムジャムみたいな話を返したら、なんか、作業用でなんか聞いてくれてたみたいで、作業してる時とかに歌枠聞いてて、なんかそれで、ちょっとなんか思ったんだみたいな、急にね、来てくれて、あ、コロさん、なんだ、急になんかこう、そんなこと言ってくれるなんて、嬉しいなと思いながら、もう返信をね、ちょこちょこ返してて、そうそう、いやもうね、コロさんのね、自由な感じ、ほんと好きペコよ。もうあの感じね、つかめない、なんだろうね、つかめないあの感じがすごい好き。なんかもう、なんだろう、で、ちょっとさ、ペコラが、あ、コロさんみたいに言ったら、ねえ、ペコラッチョ、いつからコロさんって呼ぼうと思ったのって。もう、あれよな、あれがたまらないわ、マジで。たまらなすぎる。いや、ムーンさん、仲良くなったと、なったでしょ、多分もうこれは。だってコロさんからこうやってチャットピュンってさ、飛んできたってことは、コロさんも心を許してくれてるはずよ。しかもね、タメ口でいいよって言ってくれてるからさ、もう最初はね、タメ口でも返してたわけ、ペコーラも。タメ口で。あ、そうなんだ、みたいな。でも今も時々タメ口にはしたりするペコだけど。そう、でもペコーラの処分、なんかだんだんまた敬語に戻ってきた。でも今度歌枠やるときは、コロさんがリクエストしてくれたハッピージャムでもね、歌います。